谷崎潤一郎少年「もうかれこれ20年ばかりも前になろうようやく私が遠ぐらいで唐柿町二丁目の家から水天宮裏の有馬学校へ通っていた自分人形町通りの空が霞んで 軒並みの秋うどのこんのれんにポカポカと日が当たってとりとめのない夢のような幼心にも何となく春が感じられる陽気な時候の頃であったあるうらうらと晴れた日のこと眠くなるような午後の授業が済んで墨だらけの手にそろばんを抱えながら学校の門を出ようとすると「萩原の A ちゃん!」 と私の名を呼んで後ろからバタバタと追いかけてきたものがあるその子は同級の花輪新一といって入学した当時から尋常4年の今日まで付き添い人の女中を片時もそばから話したことのない評判の育児なし誰も彼も弱虫だの泣き虫だのと悪口を聞いて遊び相手になるもののない坊ちゃんであった何か用かい 珍しくも新一から声をかけられたのを不思議に思って私はその子と付き添い人の女中の顔をしげしげと見守った「今日私のうちへ来て一緒にお遊びな家のお庭でお稲荷様のお祭りがあるんだから」日の内ひもでくくったような口から優しい優しいおずおずした声で言って。 一は訴えるようなまなたしをした「いつもとりぼっちでいじけている子が何でこんな意外なことを言うのやら私は少しうろたえて相手の顔を読むようにぼんやりと立ったままであったが日頃は弱虫だの何だのと悪口を言っていじめ散らしていたようなもののこう言って目の前に置いてみるとさすが両家の息子だけに気高く美しいところがあるように思われた」 糸おりの筒袖に木八条の羽織を着てキャラ子の白足袋にセッタを履いた様子が色の白いウりザネ顔のおもだちとよく似合って今更品位に打たれたように私はうっとりとしてしまったねえ萩原の坊ちゃんうちの坊ちゃんとご一緒にお遊びなさいましな実は今日手前どもでお祭りがございましてねあのなるべくおとなしい おかわいらしいお友達を誘ってお連れ申すようにお母様の追いつけがあったものですからそれで坊ちゃんがあなたをお誘いなさるのでございますよ。ねいらしてくださいむしな。それともお家でございますか付き添いの女中にこう言われて私は心中得意になったがそんならいったん家へ帰って。 断ってから遊びに行こうとわざと首相らしい答えをしたおやそうでございましたねではあなたのお家までお供してまいってお母様に私からお願いいたしましょうかそして手前のもとご一緒に参りましょううんいいよお前んところは知ってるから後から一人でも行けるよ そうでございますかそれではきっとお待ち申しますよ。お帰りには私がお宅までお送り申しますからご心配なさらないようにおうちへ断っていらっしゃいますし。ああ、うん。それじゃあさよなら。こう言って私は子供の方を向いて懐かしそうに挨拶をしたが新一は例の品のある顔をニコリともさせずただ。 応用にうなずいたた。だけであった「今日からあの立派な子供と仲良しになるのかと思うとなんとなく嬉しい気持ちがして日頃遊び仲間の鴨もじ屋の幸吉や先導の鉄工などに見つからぬように急いで家へ帰り島の学校着をつの木八城の普段着に着替えるや否やお母さん遊びに行ってくるよ」と セッタを突っかけながら格子先に言い捨ててそのまま花輪の家へ駆け出していった有馬学校の前からまっすぐに中野橋を越え浜町の岡田の塀へ着いて中州に近い貸し通りへ出たところはなんとなくさびれたような精悍な一角を成している今はなくなったが新大橋のたもとから少し手前の右側に名題の団子屋とせんべい屋があって その筋向こうの角の長い長い塀をめぐらしたいかめしい鉄格子の門が花輪の家であった前を通るとこんもりした堤内の植え込みの青葉の陰からハフ型の日本館の瓦が銀レズ色に輝きその後ろに西洋館の太閤灰色のレンガがちらちら見えていかにも物持ちの住むらしい奥ゆかしい構えであったなるほど その日は何かうちにお祭りでもあるらしく、陽気なバカ林の太鼓の音が塀の外に漏れ、開け放された横丁の裏木戸からは、この界隈に住む貧乏人の子供たちが大勢ぞろぞろ邸内に入っていく。私は表門の番人の部屋へ行って新日を呼んでもらおうかと思ったが、なんとなく恐ろしい気がしたので、その子たちと同じように、 裏木戸のくぐりを抜けて構えの中へ入ったなんという大きな屋敷だろうこう思って私はひょうたん型をした池の右輪の芝生にたたずんで広い広い庭の中を見回した近信が描いた千代田の大奥という三枚続きの絵にあるような槍水月山雪見灯籠瀬戸物の鶴 荒い石などがおあつらい向きに配置されて一つの大きな岩羅石から小さい飛び石がいくつもいくつも長く続きはるか向こうに御殿のような座敷が見えているここに新一がいるのかと思うともうとても今日は会えないような気がした大勢の子供たちは毛犬のような青草の上を踏んでのどかな暖かい日の下に遊んでいる 見るときれいに飾られた庭の片隅の稲荷の祠から裏の木戸口まで一軒置きくらいに地口の安んが並び接待の甘酒だのおでんだの汁粉だのの屋台が所ころどころに設けられて余興の岡倉や子供相撲の周りには真っ黒に人が集まっているせっかく楽しみにして遊びに来た甲斐もなく なんだかがっかりして私は当てどもなくそこらを歩き回った「兄さんさあ甘酒を飲んでおいでお足はいらないんだよ」甘酒屋の前へ来ると赤いたすきをかけた女中が笑いながら声をかけたが私は難しい顔をしてそこを通り過ぎたやがておでん屋の前へ来るとまた「兄さん さあ、おでで。んを食べておいでおいいしがなくってもあげるんだよ。と頭のはげたじいに声をかけられる「いらないよいらないよ」いいよとわたしはなさけない声を出してあきらめたように裏切どへ引き返そうとしたとき紺のはっぴをきた酒くさい息の男がどこからかやってきて「兄さん おめえはまだお菓子をもらわれんだろ帰るんならお菓子をもらって帰りな。そう。これ持ってここの座敷のおばさんのところへ行くとお菓子をくれるから。早くもらってくるがいい。こう言って真っ赤に染めたお菓子の切符を渡してくれた。私は悲しさが胸にこみ上げてきたが、もしや座敷の方へ行ったら新日に会えるか知らんと思い、 言われるままに切符をもらって、また庭の中を歩きでした。幸いと、それから間もなく、付き添いの女中に見つけられて、坊っちゃんよくいらしてくださいました。もうさっきからお待ちからでございますよ。さあ、こちらへいらっしゃいますし。こういういやしい子供たちの中でお遊びになってはいけません。と、親切に手を握られ、 私は思わず涙ぐんですぐには返事ができなかった床の高い子供の竹ぐらいありそうな縁に沿って庭に突き出た広い座敷の影へ回ると10坪ばかりの中庭に萩の袖垣をよい巡らした小座敷の前へ出た「坊ちゃんお友達がいらっしゃいましたよ」。青霧の木立の下から女中が呼び立てると。 障子の陰にバタバタと小刻みの音がして「こっちへおわがんな!と」と甲高い声で怒鳴りながら新一が縁側へかけてきた「あの臆病な子がどこを押せばこんな元気のいい声が出るのだろうと私は不思議に思いながら見違えるほど清掃した友の様子をまぶしそうに見上げた」 黒羽蓋ののしめの紋付きに羽織袴をつけて立った姿は縁側いっぱいに照らすうららかな火をまともにやびて黒い七子の羽織地が銀砂子のようにキラキラ光っている友達に手を引かれて通されたのは八畳ばかりの小切れな座敷で持ち菓子の檻の底を嗅ぐような甘い香りが部屋の中に漂いふくよかな発端の座布団が二つ 人町顔に置かれてあったすぐにお茶だのお菓子だのおこわに口取りを添えたため塗りの高台だのが運ばれて坊っちゃんお母様がお友達と仲良くこれを召し上がるようにってそれから今日はいいお飯を召していらっしゃるんですからあんまりお板をなさらないようにおとなしく遊びなさいましよと女中は 遠慮している私にコアやきんとんを進めて次へ下がっていった物静かな日当たりのいい部屋である燃えるような障子の紙に縁先の勾配の影が映ってはるかに庭の方からテンテンテンと岡村の太鼓の音が子供たちのガヤガヤ言う騒ぎに混じって響いてくる私は 遠い不思議な国に来たような気がした。しんちゃん、お前はいつもこのお座敷にいるのかいああ、ここは本当は姉さんのとこなの。ここにいろんな面白い姉さんのおもちゃがあるから見せてあげようか。こう言ってしんいちは、地袋の中から奈良人形の賞状や決め込み細工の蝶と乳母や、 最強の伏見人,人形、いづくら人形などを2人の前へきれいに並べ、さまざまな男女の姿をした首人形を2畳ほどの畳の目へ数知れず差し込んで見せた。2人は布団へ腹ばいになって、髭を生やしたり、目をむき出したりしている高知な人形の表情を覗き込むようにした。そうして。 こういうい小さな人間の住む世界を想像したまだここに絵像紙がたくさんあるんだよと新一はまた袋戸棚から半四郎や菊之丞の似顔絵の多頭にいっぱい詰まっている草像紙を引きずり出していろいろの絵本を見せてくれた何十年経ったかわからぬ木版釣りの国際意識が 艶も汗ないで鮮やかににっている身の髪の表紙を開くとカビ臭いケバケバの立っている紙の面に旧幕時代の美しい男女の姿が生き生きとした目鼻立ちから細かい手足の指先まで動き出すように描かれているちょうどこの屋敷のような御殿の奥庭で大勢の腰元と一緒にお姫様が蛍を追っているかと思えば寂しい橋のたもとで 深編み傘の侍が下狼の首を打ち落とし死骸の海中から奪い取った斑箱の手紙を月にかざして読んでいるその次には黒装束の覆面のクセモ者がおつぼねの中へ忍び込んでぐっすり寝ている椎茸タボの女の喉元へ布団の上から刀を突き刺しているまたあるところでは安闘のほかげかすかな一間の中に 濃縁な寝巻き姿の女が血の滴るカミソリを口にくわえ虚空をつかんで足元に倒れている男の死にざまをじろりと眺め「ザマあ見やがれ」と言いながら立っているしんいちも私も一番面白がって見たのは奇怪な殺人の光景で眼球が飛び出している死人の顔だの胴切りにされて腰から下だけで立っている人間だの 真っ黒な結婚が雲のようにふおなしている不思議な図面を夢中になってのぞき込んでいるとあれまたしんちゃんは人のものをいたずらしてるんだねこう言って友禅の振り袖を着た13子の女の子がふすまを開けて駆け込んできた額の詰まった目元口元のりりしい顔に子どもらしい怒りを含んでツッと立ったまま 弟と私の方をキリキリ寝めつけているしんいちは人縮みに縮み上がって青くなるかと思いのほか「何言ってんだいいたずらなんかシェアしないよお友達に見せてやってるんじゃないか」とまるで取り合わないで姉の方を振り向きもせずに絵本を送っているいたずらしないことがあるもんかあれ いけないってばさバタバタと姉は駆け寄って見ている本をひったくろうとしたがしんいちもなかなか話さない表紙と表とを双方が引っ張ってとじめのところが今にも避けそうになるしばらくそうしてにらみ合っていたが「姉さんのケチンボもう借りるもんか!」としんいちはいきなり本をたたき捨てて ありう奈良人形を姉の顔へ投げつけたが狙いが外れて床の間の壁へ当たったそれごらんなそんないたずらをするじゃないかまたあたしをぶつんだねいいよぶつならたくさんおぶちこの間もお前のおかげでこらこんなにあざになってまだ消えやしないこれをお父様に見せて言いつけてやるから覚えておいで 恨めしそうに涙ぐみながら、姉はちりめんの裾をまくって、真っ白な右足の萩に記せられたあざの跡を見せた。ちょうど膝頭のあたりからふくらはぎへかけて、血管が青くすいて見える薄い柔らかい肌の上を、紫の斑点がぼかしたように痛々しく滲んでいる。言いつけるなら勝手に追いつけケチンボケチンボ 新一は人形を足でめちゃくちゃに蹴倒して。お庭へ行って遊ぼうと私を連れてそこを飛び出してしまった。姉さん、泣いているかしら子が家出ると気の毒なような悲しいような気持ちになって私は尋ねた。泣いたっていいんだよ。毎日喧嘩して泣かしてやるんだ。姉さんだって。 あれはおめかけのの。子なんだものこんな生意気な口を聞いて陳一は西洋館と日本館の間にある欅やエノキの大木の陰へ歩いていったそこは反模した老子の枝がこんもりと日を遮ってジメジメした地面には青苔が一面に生え暗い肌寒い気流が二人の襟元へ染み入るようであった 大方古井戸の跡でもあろう沼とも池ともつかない濁った水たまりがあって水草がろくしょうのように浮いている2人はそのほとりへ腰を下ろして湿っぽい土のにおいを嗅ぎながらぼんやり足を投げ出しているとどこからともなく幽玄な微妙な双角の響きが漏れてきた「あれは何だろう」こう言いながら 私は油断なく耳を傾けた。あれは、姉さんがピアノを弾いているんだよ。ピアノって何だいオルガンのようなものだって姉さんが言ったよ。偉人の女が毎日あの西洋館へ来て、姉さんに教えてやってるの。こう言って新一は西洋館の2階を指した。肉色の布のかかった窓の中から、 絶えず漏れてくる不思議な響きある時は森の奥の妖魔が笑う子玉のようなある時はおとぎ話に出てくる小人どもが大勢揃って踊るような幾千の細かい想像のあや糸で幼い頭へ微妙な夢を織り込んでいく不思議な響きはこの古沼の水底で奏でるものかとも疑われる「総額の音がやんだころ 私はまだ消えやらぬエクスタシーの王を心に引きながら今にあの窓から偉人や姉娘が顔を出しはすまいかと思い憧れてじっと2階を見つめたしんちゃんお前はあそこへ遊びに行かないのかいああいたずらをしてはいけないってお母さんがどうしてもあげてくれないのいつかそっと行ってみようとしたら 情が降りていてどうしても開かなかったよ。新一も私と同じように高貴な目つきをして二階を見上げた。坊ちゃん、三人で何かして遊びませんかふとこういう声がして後ろからかけてくるものがある。それは同じ有馬学校の一二年上の生徒で。 名前こそ知らないが毎日のように年下の子供をいじめている名題のガキ大将だから顔はよく覚えていたどうしてこいつがこんなところへやってきたのだろうといぶかりながら黙って様子を見ているとその子は真一に千吉千吉と呼び捨てにされながら坊っちゃん坊っちゃんとご機嫌をとっている後で聞いてみれば花輪の家の馬邸の子であったが その時私は猛獣使いチャリネの美人を見るような目で新一を見ないわけにはいかなかったそんなら3人で泥棒ごっこしよう私と A ちゃんがお巡りさんになるからお前は泥棒におなんななってもいいけれどこの間みたいにひどい乱暴をしっこなしですよ坊ちゃんは縄で縛ったり鼻くそをくっつけたりするんだもの この問答を聞いて私はいよいよ驚いたがかわいらしい女のような新一が荒くれた熊のような千吉を踏んじばって苦しめている光景をどう考えてみても実際に想像することができなかったやがて真一と私は巡査になって沼の周囲や木立の間を縫いながら盗賊の千吉を追い回したが こちらは二人でも先方は年上だけになかなか捕まらないようやくのことで西洋館の裏手の塀の隅にある物置小屋まで追い詰めた二人はひそひそと示し合わせて息を殺し足音を忍ばせそーっと小屋の中へ入ったしかし千吉はどこに隠れたものか姿が見えないそうして ぬかみそだのしょうゆだるだのむせかえるような古臭い匂いが薄暗い小屋の中にこもってわらじ虫がぞろぞろと雲の巣だらけの屋根裏や樽の周囲に張っている有様が何か不思議な面白いいたずらを幼い者にそそのかすようであったするとどこやらでクスクスと忍び笑いをするのが聞こえてたちまち 針に吊るしてあった用心籠がメリメリなるかと思うと。そこからわ。ーっと言いながら千吉の顔が現れた。やい、降りてこい降りてこないとひどい目に遭わせるぞ。新んいは下からどなって、私と一緒にほうきで顔をつっつこうとする。さあ来い。誰でもそばへ寄ると小便をしっ掛けるぞ。 千吉が籠の上からあわや小便を垂れそうにしたので、新一は用心籠の真下へ回り、ありあう竹ざおで籠の目から千吉の尻だの足の裏だのところ構わずつっつき始めた。さあ、これでも降りないかあいだ、ないでへえ、もう降りますから、ごめんなさい。 悲鳴を上げて謝りながら痛む節々を抑えて降りてきたやつの胸ぐらを取って「どこで何を盗んだか正直に白状しろ!」と新一はでたらめに尋問を始める千吉はまたやれ白木屋で反物を五反取ったの忍弁でかつお節を盗んだの日本銀行でお札をごまかしたのとでたらめながら生意気なことを言った うん、そうか。太いやつだ。まだ何か悪いことをしたろう。人を殺した覚えはないかへい、ございます。熊谷土手であんまを殺して、五十両の財布を盗みました。そうして、そのお金で吉原へ参りました。どんちょう芝居かのぞきからくりでも聞いてくるものと見えて。 いかにも遠い即妙の返答である。まだその他にも人を殺したろう。よしよし。言わないな。言わなければ拷問にかけてやる。もうこれだけでございますから、勘認しておくんなさい。新一は手を合わせて拝むようにするのを耳にもかけず、素早く仙吉の占めている 薄汚いアサギのカラチリ面のへこおびをといて後ろ手に縛り上げた上そのあまりで両足のくるぶしまで器用にくくったそれから仙吉の髪の毛を引っ張ったりほうぺたをつまみ上げたりまぶたの裏の赤いところをひっくり返して白目を出させたり耳たぶや唇の端をつかんで振ってみたり 芝居の子役かおしゃくの手のようなきゃしゃな青白い指先が狡猾にはたらいてきめの荒い黒く醜く肥えた仙吉の顔の筋肉はゴムのように面白く伸びたり縮んだりしたそれにもわきると「待て待て貴様は罪人だから額に入れ墨をしてやる」こう言いながらそこにあった墨田原の中から 桜墨の塊を取り出しつばをかけて千吉の額へこすり始めた千吉はめちゃめちゃにされて崩れ出しそうな顔の輪郭を期待にゆがめながらヒーヒーと鳴いていたがしまいにはその根気さえなくなって相手のなすがままに任せた日頃学校ではバカに強そうなガキ大将の荒くれ男が 新一のために見る影もないざまになって化け物のような目鼻をしているのを見ると私はこれまで出会ったことのない一種不思議な快感に襲われたが明日学校で異種返しされるという恐れがあるので新一と一緒にいたずらをする気にはなれなかったしばらくして帯を解いてやると千吉は恨めしそうに新一の顔を横目で睨んで 力なくぐたりとそこへ突っ伏したままなんと言っても動かない腕をつかんで引き起こそうとしてもまたぐたりと倒れてしまう2人とも少し心配になって様子をうかがいながら黙ってたたずんでいたが「おいどうかしたのかい?」としんいちが邪剣に襟首をつかんで仰向かせてみればいつの間にか千吉は 泣く真似をして汚れた顔を筒袖で半分ほど拭き取ってしまっているおかしさに。<laughs> <laughs> と、三人は顔を見合わせて笑った。今度は何か他のことして遊ぼう。坊ちゃん、もう乱暴しちゃいけませんよ。ごらんごらんなさい。こんなにひどく跡がついたじゃありませんか。 見ると千吉の手首のところには縛られた跡が赤く残っている「私がオオカミになるから二人旅人にならないか?」そしてしまいに二人ともオオカミに食い殺されるんだよ。新一がまたこんなことを言い出したので私は薄気味悪かったが千吉が「やりましょう!」と言うから承知しないわけにはいかなかった。 私と千吉とが旅人のつもりこの物置小屋がお堂のつもりで野宿をしていると真夜中頃に新一のオオカミが襲ってきてしきりに戸の外で吠え始めるとうとうオオカミは戸を食い破ってお堂の中を四つんばい這いに入りながら犬のような牛のようなけうなうなり声を立て逃げ回る二人の旅人を追い回す 新一があまり真面目にやっているので、捕まったらどんなことをされるかと、私は真から少し怖くなって、ニヤニヤ不安な笑いを浮かべながら、その実一生懸命、俵の上やむしろの影を逃げ回った。おい、千吉お前はもう足を食われたから歩いちゃいけないよ狼はこう言って、旅人の一人をお堂の隅へ追い詰め、 体に飛び上がって頬へ食いつくと、仙吉は役者のするような苦問の表情をして目をむき出すやら口を歪めるやらいろいろの身振りを巧みに演じていたがついに喉笛を食い切られてキャッと獅子語の悲鳴を最後に手足の指をブルブルとわら泣かせ枯空をつかんでばったりと倒れてしまった「さあ今度は私の番だ。 こう思う思と気が気でなく急いで樽の上へ飛び上がると狼に着物の裾をくわえられ恐ろしい力で下からグイグイ引っ張られた私は真っ青になって樽へしっかりつかまってみたが激しい狼の剣幕に気後れがして「ああもうとても助からない」と観念の目を閉ずる間もなく引きずり落とされ土間に仰向きに転げたかと思うと しんいちはしっぷうのようにわたしのくびったまへのしかかってのどぶえをくいちぎった。さあ、もうふたりともしがいになったんだから、どんなことをされてもうごいちゃいけないよ。これからほねまでしゃぶってやるぞ。しんいちにこういわれて、ふたりともだらしなくだいのちになり、どまへたおれたまま、いっすんもうごけなかった。 急に私は体のところどころぼうがむずがよくなって着物の裾のはだけたところから冷たい風がスースーとまたぐらに吹き込み一方へ伸ばした右の手の中指の先がかすかに千吉の髪の毛に触れているのを感じたこっちの方が太っていてうまそうだからこいつから先へ食ってやろう。しはさも愉快そうな顔をして、 仙吉の体へはい上がった。あまりひどいことしちゃいけませんよ。と仙吉は半眼を開き、小声で訴えるようにささやいた。そんなひどいことはしないから。動くと聞かないよ。むしゃむしゃと共産に舌を鳴らしながら、頭から顔、銅から腹。 両腕から股やすねの方までも食い散らし土のついた草履のまま目鼻の上でも胸の上でも勝手に踏みにじるのでまたしても千吉は体中泥だらけになったさあこれからお尻の肉だやがて千吉はうつむきに泣かされ尻をまくられたかと思うとらっきょうを二つ並べたように腰から下がらたいになってぬっと と晒し出されたまくりあげた着物のすそを死体の頭へかぶせて背中へ飛び乗ったしんいちはまたむしゃむしゃとやっていたがどんなことをされても千吉はじっとがまんをしている寒いと見えて泡立った尻の肉がこんにゃくのように震えていた今に私もあんなざまをさせられるのだこう思ってひそかに胸をとどろかせたが まさか千吉同様のひどい目にも合わすまいくらいに考えていると、やがて新一は私の胸の上にまたがって、まず鼻の頭から食い始めた。私の耳には、怪奇の羽織の裏のさやさやとこすれて鳴るのが聞こえ、私の鼻は着物から放つ小脳の香りを嗅ぎ、私の方は歯豚への切れ地にふーわりとなでられ、胸と腹とは、 新一の生温かい体の重みを感じている潤いのある唇や滑らかな舌の端がペロペロとくすぐるようになめていく奇怪な感覚は恐ろしいという念を打ち消してミスるように私の心を征服していき果ては愉快を感じるようになったたちまち私の顔は左の小瓶から右の方へかけて激しく踏みにじられ その下になった鼻と唇は草履の裏の泥と摩擦したが私はそれをも愉快に感じていつの間にか心も体も全く新一の偕らいとなるのを喜ぶようになってしまったやがて私もうつむきにされて裾を剥がされ腰から下をペロペロと食われてしまった真一は二つの死骸が 裸にされた尻を土間へ並べて倒れている様子をさも面白そうにカラカラ笑って見ていたがその時不意にさっきの女中が小屋の戸口に現れたので私も仙吉もびっくりして起き上がったおやもっちゃんはここにいらっしゃるんですかまあお召し物を台なしに遊ばして何をなせていらっしゃるんです。 どうしてまたこんな汚いところでばかりお遊びになるんでしょう。センちゃん、お前が悪いんだよ、本当に。女中は恐ろしい目つきをして叱りながら、泥の足形が記されている千吉の目鼻を様子ありげに眺めている。私は、まだ踏みつけられた顔の傷がピリピリするのをじっと耐えて、何かよほどの悪事でも働いた後のような気になって立ちすくんだ。 さあ、もうお風呂が沸きましたから、いい加減に遊ばしてお家へお入りなさいませんと、お母様に叱られますよ。萩原の坊ちゃんもまたいらしてくださいましな。もう遅うございますから、私がお宅までお送り申しましょうか。女中も私にだけは優しくしたが。一人で帰れるから、送ってもらわないでもいいの。 こう言って私は辞退した。門のところまで送ってきてくれた3人に「あばよ!」と言って子が家出るといつの間にか町は青い夕もやに込められて菓子通りにはちらちら明かりが灯っている私は恐ろしい不思議な国から急に人里へ出てきたような気がして 今日の出来事を夢のように回想しながらうちへ帰っていったが、新一の気高く美しい器量や、人を人とも思わぬわがままな仕打ちは、一日のうちにすっかり私の心を奪ってしまった。明くる日、学校へ行ってみると、昨日あんなひどい目に遭わされた千吉は、相変わらず大勢のガキ大将になって弱い者いじめをしている代わり、新一は、 またいつものとおりの育児なしで女中と一緒になって運動場の隅の方にいじけている気の毒さ「しんちゃん何かして遊ばないか?」とたまたま私が声をかけても「ううん」と言ったなり眉毛を寄せて不機嫌らしく首を振るばかりであるそれから45日たったある日のこと 学校の帰りがけに新一の女中はまた私を呼び止めて「今日はお嬢様のおひな様が飾ってございますからお遊びにいらっしゃいますし」こう言って誘ってくれたその日は表の通用門から番人にお辞儀をして入って正面の玄関のそばにある細郷紙の出入り口を開けるとすぐに千吉が飛んできて。 廊下世代に中2階の十畳の前へ連れて行ったしんいちと姉のみつ子はひな壇の前に寝そべりながら豆入りを食べていたが2人が入ってくると急にクスクス笑い出した様子が何かまたけしからぬいたずらをたくらんでいるらしいので「坊ちゃん何かおかしいことがあるんですか?」と仙吉は不安らしくきょうだいの顔を眺めている。 ひをかけた床のな壇には、浅草の観音堂のような獅子殿伝の田舎がそびえ代理様や五人林や官女が電柱に並んで左近の桜右近の橘の下には三人乗後の次長が酒を温めている次の段には食台だのお膳だのおはぐろの道具だの唐草の金巻絵をしたかわいい長老が この間姉の部屋にあったいろいろの人形と一緒に飾ってある私がひな壇の前に立ってつくづくとそれに見とれていると後ろからそーっとしんいちがやってきて「今ね千吉を白酒で酔っ払わしてやるんだよ」こう耳打ちをしたがすぐにバタバタと千吉の方へかけていって「おい千吉 これから四人でお酒盛りをしようじゃないか。と、何食わぬ顔で言い出した。四人は丸くなって、豆入りお魚に白酒を飲み始めた。これはどうも、結構なご酒でございますな。などと大人めいた口を聞いてみんなを笑わせながら、仙吉はチョコを持つような手つきで茶飲み茶碗からぐいぐいと白酒をわおった。 今にも酔っ払うだろうと思うとおかしさが胸へこみ上げて時々姉の美津子はたまりかねたように腹を抱えたが仙吉が酔っ払う自分には少しばかりお相手をしたほかの3人もそろそろ怪しくなってきた下っ腹の辺りに熱い酒がブツブツ湧き上がって額からこめかみがほんのり汗ばみ頭の蜂の周囲が妙にしびれて 畳の面は船底のように上下左右へ揺れている。ボッちゃん、私はいよいましたよ。みんなもまかな顔をしているじゃありませんか。一つ立って歩いてみませんか。千吉は立ち上がって大でを振りながら座敷を歩き出したが、すぐに足元がよろけて。 倒れる拍子に床柱へコツンと頭を打ちつけたので3人がどっとふき出すと「あいつあいつ!あいつ」と頭をさすって顔をしかめている当人もおかしさが耐えられず鼻を鳴らしてクスクス笑っているやがて3人も仙吉のまねをして立ち上がり歩いては倒れ倒れては笑い キャット図に乗って途方もなく騒ぎ出した「えー、ああいい心持ちだ俺は酔ってるんだぞブランメー」仙吉が尻をはしょって野蔵をこしらえ職人の真似をして歩くと新一も私もしまいには美津子までが尻をはしょって肩へげんこつを突っ込みちょうどお嬢吉座のような姿をして メラんメ俺は酔っ払いだぞと座敷中をよろよろ練り歩いては笑い転げる「ぼっ坊ちゃん坊ちゃん狐ごっこをしませんか?」千吉がふと面白いことを考えついたようにこう言いだした私と千吉と2人の田舎者がキツネ退治に出かけると帰って 女に化けたつ子の狐のために化かされてしまい散々な目に遭っているところへ「侍の真一が通りかかって二人を救った上狐を退じてくれるという趣向である」まだ酔っ払っている三人はすぐに賛成してその芝居に取りかかったまず千吉と私とが向こう鉢巻に尻場処理で手に手に畑を振りかざし どうもこの辺に悪い狐が出ていたずらをするから、今日こそ一番退じてくれべえ。と言いながら登場する。向こうから三つ子の狐がやってきて。もしお前様たちにご馳走してあげるから、あたしと一緒にいらっしゃいな。こう言ってポンと二人の方を叩くと、 たちまちま私も仙吉もばかされてしまい「うおーなんとはあ素晴らしいべっぴんでねえか」などと目を細くしてみつこにでれつきはじめる「二人ともばかされてるんだからうんこをごちそうのつもりで食べるんだよ」みつこはおもしろくてたまらぬようにゲラゲラ笑いながら自分の口で食いちぎったあんころ餅だの めちゃくちゃに足で踏みつぶした。そばまんじゅうだの。鼻汁で練り固めた。豆入りだのをさも汚らしそうに皿の上へ渦高く。持って私たちの前へ並べ。これは小便のお酒のつもりよ。さあ、お前さ。ん、1つ召し上がれ。と白酒の中へ痰やつばきを吐き込んで2人に勧める。 おーおいしい,おーおい,しいと舌包みを打ちながら私も千吉もうまそうに片っ端から残らず食べてしまったが白酒と豆入りとは変に塩辛い味がした「これから私が三味線を引いてあげるから2人お皿をかぶって踊るんだよ」 光子が畑を三味線の代わりにしてこりゃこりゃと歌い始めると二人は貸し皿を頭へ乗せて「よいきたよい朝」と足拍しを取って踊りだしたそこへやってきた侍の真一がたちまち狐の正体を見届ける獣のくせに人間をだますなどとは不届きなやつだ踏んじばって殺してしまうからそう思え あれしんちゃん。乱暴なことをすると聞かないよ。勝ち気なみつ子は負けるがやさにしんいちと取っ組み合い、おてんばの本性を表して工情にもなかなか降参しない。千吉、この狐を縛るんだからお前の帯をおかし。そして暴れないように二人でこいつの足を押さえていろ。私はこの間見た草草子の中に、 旗本の若侍が中間と力を合わせて美人を略奪する挿絵のことを思い浮かべながら千吉と一緒に友禅の須模様の上から2本の足をしっかりと抱きかかえたその間に真一はかろうじて美津子を後ろ手に縛り上げようやく縁側の欄干にくくりつける「えちゃんこいつの帯を解いて猿靴輪をはめておやり」よし来た と私は早速みつこの後ろに回ってうこんちりめんのしごきをときゆいたてのとうじんまげが壊れぬように襟足の長い首筋へ手を差し入れしっとりと油に湿っているボの下から耳をかすめておとがいのあたりをぐるぐるとふた回りほど巻きつけた上力のかぎり引き絞ったからちりめんはぐいぐいと下ぶくれしたほうの肉へ食い入りみつこは 金閣寺の雪姫のように身をもだえて苦しんでいる。さあ、今度はあべこべに貴様をクソ攻めにしてやるぞ新一が餅菓子を手当たり次第に口に含んでは、ペッペッと三つ子の顔へ吐き散らすと、みるみるうちにさしも美しい雪姫の器量も、 病闇か仮っかきのように二目と見られない姿になっていく面白さ私も仙吉もとうとう釣り込まれてこんちくしょうよくもさっき俺たちに汚いものを食わせやがったなこう言って新一と一緒にペッペとやりだしたがそれも手ぬるくなってしまいには額と言わず頬と言わず ところへ食いちぎった餅菓子をすりつけてあんころを押しつぶしたり大福の皮をなすりつけたり瞬くうちに美つ子の顔をまんべんなく汚してしまった目鼻も分からぬ真っ黒なのっぺらぼうな怪物が当人まげをゆって農園な振り袖姿をしているところはさしずめ百物語か化け物合戦機に出てきそうで。 子はもう抵抗する張り合いもなくなったと見えて何をされてもおとなしく死んだようになっている今度だけは命を助けてやるこれからは人間を馬かしたりなんかすると殺してしまうぞ間もなく新一が猿靴輪や戒めを解いてやるとみつ子はふいと立ち上がっていきなりふすまの外へ廊下をバタバタと逃げていった。 坊ちゃんお嬢さんは怒って言いつけに行ったんです今今更とんでもないことをしたというふうに千吉は心配らしく私と顔を見合わせる何言いつけたって構うもんか女のくせに生意気だから毎日喧嘩していじめてやるんだ新一が空をそ吹いて威張っているところへ 今度はスーッと静かにふすまが開いてみつこがきれいに顔を洗って戻ってきたあんと一緒におしろいまでも洗い落としてしまったと見えかえって前よりはさえざやとしてつやのある玉肌の生地がひときわ透き通るように輝いているさだめしまた一軒か持ち上がるだろうと待ち構えていると「誰かに見つかると決まりが悪いから」 そっとお湯殿へ行って落としてきたの。ほんとにみんな、乱暴だったらありゃしない。と、みつこは物柔らかに恨みを並べるだけで、しかもニコニコ笑っている。すると、しんいちは図に乗って。今度は、あたしが人間で、三人犬にならないか私たしがお菓子や何かを投げてやるから、 みんな四つんばいになってそれを食べるのさ。ねいいだろうと言い出した。よーし,した、来たやりましょうさあ、犬になりましたよ。わんわ、わん早速、仙吉は四つんばいになって、座敷中を威勢よく駆け回る。その尾についてまた私が駆け出すと、 美津子も何と思ったか「あたしは雌犬よ」と私たちの中へ割り込んできてそこら中をはい回った「ほーらチンチンお預けお預け」あずけなどと3人は勝手な芸をやらされたあげく「よし!」と言われれば先を争ってお菓子のある方へ飛び込んでいく。 ああいいことがある待て待てこう言ってしんいちは座敷を出て行ったが間もなく七里面のちゃんちゃんを着た本当のチンを2匹連れてきて我々の仲間入りをさせ食いかけのアンコロだの花くそや椿のついたまんじゅうだのを畳へバラバラ振りまくと犬もチンも我先に獲物の上へ折り重なり歯をむき出し 舌を伸ばして一つ持ち菓子を食い合ったりどうかするとお互いに鼻の頭をなめ合ったりしたお菓子を平らげてしまったちんは新一の指の先や足の裏をペロペロやりだす3人も負けない気になってその真似を始める「ああ、くすぐったいくすぐったい!と」と新一は欄干に腰をかけて 真っ白なやわらかい足の裏を代わる代わる私たちの鼻先へ突き出した人間の足は塩辛い酸っぱい味がするものだきれいな人は足の指の爪の格好まできれいにできているこんなことを考えながら私は一生懸命五本の指の股をしゃぶったチンはますますじゃれつきだして 仰向にに倒れて四つ足を虚空に踊らせ裾をくわえてはぐいぐい引っ張るので新一も面白がって足で顔をなでてやったり腹をもんでやったりいろいろなことをする私もその真似をして裾を引っ張ると新一の足の裏はチンと同じように頬を踏んだり額をなでたりしてくれたが目玉の上をかかとで押された時と 土踏まずで唇を塞がれた時は少し苦しかったそんなことをしてその日も夕方まで遊んで帰ったが明るい日からは毎日のように花輪の家を訪ねいつも授業を終えるのが待ち遠しいくらいになって開けてもくれても新一や三津子の顔は頭の中を去らなかったようやく慣れるに従って 新一のわがままはますまはすすり、私も全く千吉同様に手下にされ遊べば必ずぶたれたり縛られたりするおかしなことにはあの強情な姉までが狐退治以来すっかり降参して「新一ばかりか私や千吉にも逆らうようなことはなく時々三人のそばへやってきては狐ごっこをしないかなどと」 かえっていじめられるのを喜ぶようなそぶりさえ見えだした新一は日曜の旅ごとに浅草や人形町のおもちゃへ行って刀を買ってきては早速それを振り回すので美つ子も私も千吉も体にあざのたえた時はないおいおいと芝居の種もわきてきて例の物置小屋だの湯殿だの裏庭の方を舞台に いろいろの趣向を凝らしては乱暴な遊びにふけった。私と千吉が美津子を絞め殺して金を盗むと、新一が姉さんの敵と言って二人を殺して首を切り落としたり、新一と私と二人の悪漢がお嬢様の美津子と老湯の千吉を毒殺して死体を川へ投げ込んだり。 いつもいちばんいやな役まわりになってひどい目にあわされるのはみつこであるしまいにはべにやえのぐをからだへぬりころされたものはちだらけになってのたうちまわったがどうかするとしんいちはほんものの小刀をもってきてこれですこーし切らせないかねちょいとぽっちりだからそんなにいたかないよ ここんななとを言うようよになったすると3人は素直に足の下へ組み敷かれて「そんなにひどく切っちゃ嫌だよ」とまるで手術でも受けるようにじっと我慢しながらそのくせ恐ろしそうに傷口から流れ出る血の色を眺め目にいっぱい涙ぐんで肩や膝の辺りを少し切らせる。私は 家へ帰って毎晩母と一緒に風呂へ入る時その傷跡を見つけられないようにするのが一通りの苦労ではなかったそういう風な遊びがおよそ一月も続いたある日のこと例のごとく花輪の家へ行ってみると新一は歯医者へ行って留守だとかで千吉が一人手持ちぶさだでポツンとしているみっちゃんは 今、ピアノのお稽古してるよ。お嬢さんのいる西洋館の方へ行ってみようか。こう言って仙吉は、私をあの大木の木陰の古沼の方へ連れて行った。たちまち私たちは何もかも忘れて、年減る欅の根元に腰を下ろしたまま、2階の窓から漏れてくるガの響きにうっとりと耳を澄ました。この屋敷を初めて訪れた日に、 やはり小沼のほとりでしんと一緒に聞いた不思議な響きある時は森の奥の妖魔が笑う子玉のようなおとぎ話に出てくる小人どもが大勢揃って踊るような幾千の細かい想像のあや糸で幼い頭へ微妙な夢を織り込んでいく不思議な響きは今日もあの時と同じように2階の窓から聞こえている「千ちゃん お前もあそこへ上がったことはないのかい総額の病んだ時、私はまた闇がたい好奇心に満たされて仙吉に尋ねた。ああ、お嬢さんと掃除盤のトラさんの他はあんまり上がらないんだよ。俺ばかりか、坊ちゃんだって知りゃしないぜ。中はどうなっているんだろう。なんでも、 坊ちゃんのお父さんが洋行して買ってきたいろんな珍しいものがあるんだって。いつかトラさんに内緒で見せてくれって言ったら、いけないってどうしても聞かなかった。もうお稽古が済んだんだぜ。えいちゃん、お前お嬢さんを呼んでみないか二人は声を揃えて。みーちゃん、お遊びな。 お嬢さーん遊びませんかーと、二階の方へ怒鳴ってみたが、ひっそりとして返事はない。今まで聞こえていたあの音楽は、人なき部屋にピアノとやらが自然に動いて、微妙な響きを発したのかとも怪しまれる。仕方がないから、二人で遊ぼう。 私も千吉一人が相手ではいつものように騒がれず張り合いが抜けて立ち上がると不意に後ろでゲラゲラと笑い声が聞こえみつこがいつの間にかそこへ来て立っている今私たちが呼んだのになぜ返事をしなかったんだい私は振り返ってなじるような目つきをしたどこで私を呼んだの お前が今西洋館でお稽古をしているときに、下から声をかけたのが聞こえなかったかい私たし西洋館なんかに言いやしないよ。ここからは誰も上がれないんだもの。だって今ピアノを弾いていたじゃないか。知らないわ。誰か他の人だわ。千吉は始終の様子をうさんくさい顔をして見ていたが、 お嬢さん、嘘をついたって知ってますよ。ねえ、えいちゃんと私をあそこへ内緒で連れて行ってくださいな。また合情を張って嘘をつくんですか白状しないと、こうしますよと、ニヤニヤ底気味悪く笑いながら、早速、みつこの手首をじりじりとねじあげにかかる。うむ、千吉。 ごしょうだからかんにんしておくれよ。嘘じゃないんだってば美津子は拝むようなそぶりをしたが別段大声を上げるでも逃げようとするでもなくなすがままに手をねじられて身もだえしているきゃしゃなカいナの青白い肌が頑丈な鉄のように指先にむずとつかまれて2人の少年の血色のよい対象は私の心を誘うようにするので。 みっちゃん、白状しないと拷問にかけるよ。こう言って私も片方をねじあげ、しごき尾を解いて沼の側の歌詞の幹へ縛りつけ。さあ、これでもかこれでもかと二人は相変わらず、つねったりくすぐったり、夢中になって切感した。お嬢さん 今に坊ちゃんが帰ってくるともっとひどい目に遭いますぜ。今のうちに白状しておしまいなさい。仙吉は三つ子の胸ぐらを取って両手でぐっと喉を締めつけ。ほら、だんだん苦しくなってきますよ。こう言いながら三つ子が目を白黒させているのを笑って見ていたが、 やがて今度は木から解いて地面にあおむけに突き倒し「へえこれは人間の縁会でございます」と私は膝の上千吉は顔の上へどしりと腰をかけかなたこなたへ身をゆすぶりながらみつ子の体を尻で踏んだり押したりした「千吉もう白状するから」 しておくれよ。みつ子は千吉の尻に口を塞がれ虫の息のような細い声で憐れみをこうたそんならきっと白状しますねやっぱりさっきは西洋館にいたんでしょう。尻をもたげて少し手を緩めながら千吉が尋問するああ お前がまた連れて行けって言うだろうと思って嘘をついたの。だって、お前たちを連れて行くと、お母さんに叱られるんだもの。聞くと千吉は、目を怒らして威嚇するように。ようござんす。連れて行かないんなら、そら、また苦しくなりますよ。あれで そんなら連れて行くよ連れてってあげるからもう堪忍しておくれよその代わり昼間だと見つかるから晩にしておくんだねそうすればそーっと虎蔵の部屋から鍵を持ってきて開けてあげるからねえエちゃんも行きたければ晩に遊びに来ないか とうとう降参しだしたので2人はなおも地面へ押さえつけたままいろいろと晩の手はずを相談したちょうど4月5日のことで私は水天宮の縁日へ行くと偽って家を飛び出し暗くなった自分に表門から西洋館の玄関へ忍び込みみつこが鍵を盗んで千吉と一緒にやってくるのを待ち合わせるただし 私が時刻に遅れるようであったら2人は一足先に入って2階の階段を上りきったところから2つ目の右側の部屋に待っているとこういう約束になった「よしそう決まったら許してあげます」さあお起きなさいと仙吉はようやくのことで手を離したあ苦しかった。 仙吉に腰をかけられたらまるで息ができないんだもの頭の下に大きな石があって痛かったわ着物のほこりをはらって起き上がったみつ子は体の節々をもんでのぼせたように頬や眼球をシンクにしているだが一体2階にはどんなものがあるんだい一旦家へ帰るとなって 別れとき私はこう尋ねた「えいちゃんびっくりしちゃいけないよそりゃあ面白いものがたくさんあるんだから」こう言ってみつこは笑いながら奥へ駆け込んでしまった子がへ出るともうそろそろ人形通りの露店にカンテラがともされて激変の見せ物のほらの階がブーブーと夕暮れの空になり渡り 有馬様のお屋敷前は黒山のように人だかりがして梅薬屋が女の体内を見せた人形を指しながら何かしきりとこわだかに説明しているいつも楽しみにしている七十五座の岡倉も永井平介の居合抜きも今日は一向見る気にならず急いで家へ帰ってお湯へ入り晩飯もそこそこに「縁日に行ってくるよ」。 と再び飛び飛出したたのは大方七時近くであったろう。水のように潤んだ青い夜の空気に縁日の明かりが溶け込んで金星楼の2階の座敷には南部の人影が手に取るように映って見え米屋町の若い衆や二丁目の山の女やいろいろの男女が両側をぞろぞろ往来して今が一番人の出さかる国言である。 中野橋を越えて暗い寂しい浜町の通りから後ろを振り返ってみると薄曇りのした黒い空がぼんやりと赤くにじんでいるいつか私は花輪の家の前に立って山のように黒くそびえた高いイラカを見上げていた大橋の方から肌寒い風がしめやかに闇を運んで吹いてきて 例のけやきの大木の葉がどこやら知れぬ空の中途でバサラバサラとなっているそーっと塀の中をのぞいてみると門番の部屋の明かりが戸の隙間から縦に細長い線をなして漏れているばかり母屋の方はすっかり雨戸が閉まって洞天の背景に魔物のごとくしんかんと眠っている 表門の横にある通用口の冷たい鉄格子へ両手をかけて暗闇の中へ押し込むようにすると重糸がキーッときしんで素直に動く私はセッタがチャラつかのように足音を忍ばせ自分で自分のせわしい呼吸や高まった鼓動の響きを聞きながら暗中に光っている西洋館の格子戸を見つめて歩いていった 次第,次第に目が見えるようになった。八つ手の葉やけやきの枝や春日道路やいろいろと少年の心をおびえさすような姿勢をとった黒いものが小さい瞳の中へ暴れ込んでくるので私は御影の石段に腰を下ろし心身と焼きのしみいる中に首をうなだれたまま息を殺して待っていたがいっかな二人はやってこない。 頭上へかぶさってくるような恐怖が体じゅうをブルブル震わせて歯の根がガクガク割らないている「ああこんな恐ろしいところへ来なければよかった」と思いながら「神様私は悪いことをいたしました」「もう決してお母様に嘘をついたり内緒で人の家入ったりいたしません」 と夢中でくちばしって手を合わせたすっかり後悔して帰ることに決めて立ち上がったがふと玄関のガラス障子の扉の向こうにぽつりと一点小さなろうそくの明かりらしいものが見えたおや二人とも先へ入ったのかなこう思うとたちまちまた好奇心の奴隷となって ほとんど前後の分別もなく取っ手手をかけぐるっと回すと造作もなく開いてしまった中へ入ると憶測にたがわず正面のらせん階の上がり花に「大方みつ子が私のために置いていったものであろう」「半ば燃え尽きてうがトロトロ流れ出している主食が三尺四方へおぼつかない光を投げていたが」 私と一緒に外から空気が流れ込むと炎がゆらゆらと瞬いてワニス塗りの欄干の影がブルブル動揺している固唾を飲んで抜き足差し足盗賊のようにらせん界を上がりきったが2階の廊下はますます真っ黒で人のいそうな気配はなく語りとも音がしない例の約束をした2つ目の右側の扉 それで手探りですり寄ってじっと耳をそば立ててみてもやっぱりひっそりと静まり返っている半ば恐怖半ば好奇の情に満たされて「まあ、まあよ」と思いながら私は上半身を持たせかけ扉をクッと押してみたパッと明るい光線が一時に瞳を刺したのでくらク,クラしながら目をしばたたき 妖怪の正体を見定めるように注意深く私壁を見回したが誰もいない中央に吊るされた大ランプの5色のプリズムで飾られたエビ色の傘の影が部屋の上半部を薄暗くして金銀をちりばめた椅子だのテーブルだの鏡だのいろいろの装飾物が三んと輝き床に敷き詰めた暗闘色の敷物の柔らかさは春草の野を踏むように たびを隔てて私の足の裏を喜ばせる春草の脳を踏むようにたびを隔てて私の足の裏を喜ばせる「みっちゃん!」と呼んでみようとしても死滅したような辺りの石箔が唇を押し舌をこわばらせて声を発する勇気もない初めは気がつかなかったが部屋の左手の隅に 次の前通ずる出口があって重いドンスの幕が深いしわを畳たたみナイアガラの幕府を思わせるようにどさりと垂れ下がっているそれを拝して隣室の模様を覗いてみようとしたが幕の向こうが真っ暗なので手がすくむようになるその時不意にマントルピースの上の置き時計がじーっとセミのようにつぶやいたかと思うとたちまち公然となって キンコンケンと奇妙な音楽を奏で始めたこれを合図に光子が出てくるのではあるまいかと幕の方を一身に見つめていたが23分の間に音楽もやんでしまい部屋は再び元の静寂に帰ってドンスのしわは一筋も揺るがず若年と垂れ下がっているぼんやりと立っている私の瞳は 左側の壁画にかけられた油絵の肖像画の上に落ちてうかうかとその額の前まで歩み寄りちょうどランプの陰で薄暗くなっている西洋の乙女の半身像を見上げた厚い金の額縁で長方形に仕切られた画面の中に重い暗い茶褐色の空気が漂うてわずかに胸をオナンド色の空気に覆い裸体のままの肩と腕とに 金や珠玉の輪を飾った下げ髪の女が夢見るように黒目がちの瞳をパッチリと開いて前方を見つめている暗い中にもくっきりと鮮やかに浮き出ている純白の肌の色気高い鼻筋から唇顎両方へかけて見事に光合しく整った単元な輪郭 これがおとぎ話に出てくる天使というのであろうかと思いながら私はしばらくうっとりと見上げていたがふと額から三尺ばかり下の壁に沿った円卓の上に蛇の置物のあるのに気がついてその方へ目を転じたこれはまた何でこしらえたものか二回りほどトグロを巻いてわらびのように頭をもたげた姿勢といいぬらぬらした青大将の鱗の色といい いかにもに迫った出来栄えである見れば見るほどつくづく感心して今にも動き出しそうな気がしてきたが突然私は「おや?」と思って23歩後ろへ引いたまま目を見張った気のせいかどうやら蛇は本当に動いているようである爬虫動物の常として極めて緩慢に。 注意しなければほとんどわからないくらい悠長な態度で確かに首を前後左右へうごめかしている私は送信へ水をかけられたように寒くなり真っ青な顔をして死んだように立ちすくんでしまったするとトンスの幕のしわの間から油絵に書いてあるとおりの乙女の顔がまた一つぬっと現れた 顔はしばらくニヤニヤと笑っていたがドンスの幕が2つに割れてスルスルと肩を滑って背後で1つになってしまうと女の子は全身を表してそこに立っているわずかに膝頭に届いている短いオナンドのモッソの下は靴足袋もまとわぬ石膏のような素足に肉色のスリッパを履き溢れかえるようにこぼれかかる黒髪を両肩へ滑らせて 油絵の通りの腕輪に首飾りをつけ胸から腰の周りへかけて肌をひしと締めつけた衣の下にはしなやかな筋肉の微動するのが見えている「えーちゃん」とボタンの花弁をかんだような赤い唇を震わせた一切な私は初めてあの油絵が美津子の肖像画であることに気がついた「さっきから」 お前の来るのを待っていたんだよこう言ってみつ子は脅かすようにじりじりそばへ歩み寄った何とも言えぬ甘い香りが私の心をくすぐって目の前に赤い霞がチラチラする「みっちゃん一人なの?」私は救いを求めるような声でおずおず尋ねた なぜ今夜に限って洋服を着ているのか真っ暗な隣の部屋には何があるのかまだ色々聞いてみたいことはあっても喉仏に仕えていて容易に口へは出てこない千吉に合わせてあげるから私と一緒にこちらへおいでならがあのヘビは本当に 動いているんじゃないかしら？と気がかりでたまらなくなって。私は尋ねた。動いたんやしないじゃないか？あれ、ごらんだ。こう言って美津子はニヤニヤ笑っている。なるほど、そう言われてみればさっきは確かに動いていた。あの蛇が今はじっととぐろを巻いて少しも姿勢を崩さない。そんなものを見ていないで。 私といにこちらへおいでよ。暖かく柔らかなみつ子の棚心はとても振り放すことのできない魔力を持っているように軽く私の腕を捉えて薄気味の悪い部屋の方へズルズルと引っ張っていきたちまち2人の体は重いドンスの幕の中へめり込んだかと思う間もなく真っ暗な部屋の中に入ってしまった「えいちゃん。 千吉に合わせにあ,あああどこにいるのだい今ろうそくをつけるとわかるから待っておいでそれよりお前に面白いものを見せてあげようみつこは私の手首を離してどこかへ消えうせてしまったがやがて部屋の正面の暗い闇に ピシピシとすさまじい音を立てて細い青白い光の糸が無数に飛び交い流星のように走ったり波のようにのたくったり円を描いたり十文字を描いたりし始めた「ねえ面白いだろ何でも描けるんだよ」こういう声がしてみつこはまた私のそばへ歩いてきた様子である。 今まで見えていた光の糸はだんだん薄らいで闇に消えかかっている。あれは何破いのマッチで壁をこすったのさ。暗闇なら何をこすっても火が出るんだよ。えいちゃんの着物をこすってみようか。おやしは危ないから。私はびっくりして逃げようとする。大丈夫だよ。ね ほらごらんとみつこは無造作に私の着物の上前を引っ張ってマッチをすると絹の上を蛍がはうように青い光がキラキラして萩原とカタカナの文字が鮮明に描き出されたまましばらくは消えずにいるさあ明かりをつけて仙吉に合わせてあげましょうねピシッと切り身を打つように火花が散って 三つ子の手からローマッチが燃え上がるとやがて部屋の中ほどにある食台に火が移された西洋ろうそくの光はもうと室内を照らして様々な器物や置物の黒い影が地味毛量の跋扈するような姿を四方の壁へ長く大きく移しているほら仙吉はここにいるよこう言って 子はろうそくの下を刺した。見ると「諸台だと思ったのは仙吉が手足を縛られて両肌を脱ぎ額へろうそくを乗せて仰向いて座っているのである」「顔と言わず頭と言わず鳥の糞のように溶け出したろうの流れは両目を脱い唇を塞いで顎の先からボタボタと膝の上に落ち」 七分通り燃え尽くしたろうそくの火に今やまつげが焦げそうになっていてもバラモンの行者のごとくあぐらをかいて拳を後ろ手にくくられたままおとなしく淡然と控えている」「三つ子と私がその前に立ち止まると千吉は何と思ったかろうでこわばった顔の筋肉をもぐもぐと動かしようやく薄目を開いて恨めしそうに と私の方を睨んだ。そうして重苦しい切ない声で厳かにしゃべりだした「おいお前も俺もふだんあんまりお嬢様をいじめたものだから今夜は敵を取られるんだよ俺はもうすっかり。 おさまに降参してしまったんだよお前も早く謝ってしまわないとひどい目に遭わされるこういう間もろうの流れは遠慮なくダラダラとミミズの刃うように額からまつげへ伝わってくるので再び千吉は目をつぶって硬くなった「えいちゃん もうこれからしんちゃんの言うことなんか聞かないであたしの家来にならないかいやだといえばここにある人形のようにお前の体へ蛇を何匹でも巻きつかせるよ。みつこは四十底気味悪く笑いながら金文字入りの要書がいっぱい詰まっている書棚の上の石膏の像をさした。 恐る恐る額を上げて上目遣いに薄暗い隅の方を見ると筋骨たくましい裸体の巨漢が上ばみに巻きつかれて凄まじい形相をしている彫刻のそばに例の青大将が23匹おとなしくとぐろを巻いて香炉のように控えているが恐ろしさが先に立って本物とも偽物とも見極めがつかない何でも。 私の言うとおりになるだろうね私は真っ青な顔をして黙ってうなずいたお前はさっき千吉と一緒に私を縁台の代わりにしたから今度はお前が食代の代わりにおなりたちまちみつ子は私を後ろ手に縛り上げて千吉のそばへあぐらをかかせ 両足のくるぶしを厳重にくくって「ろうそくを落とさないように仰向いておいでよ」と額の真ん中へ明かりをともした私は声も立てられず一生懸命ともし火を支えて切ない涙をポロポロこぼしているうちに涙よりも熱いろうの流れが眉間を伝ってダラダラ垂れてきて 目も口も塞がれてしまったが薄いまぶたの皮膚を通してもんやりとともし火の瞬くのが見え眼球の周囲がぼーっと赤くかすんでみつ子の盛んな香水のにおいが雨のように顔へふった「ふたりともじっとそうやってもう少し我慢をしておいで」。 今面白いものを聞かせてあげるからこう言ってつ子はどこかへ行ってしまったがしばらくすると不意に辺りの石灰を破ってひっそりとした隣の部屋から幽玄なピアノの響きが漏れてきた銀盤の上を玉あられの走るような谷間の清水が戦艦と苔の上を滴るような不思議な響きは 別世界のものの音のように私の耳に聞こえてくる額のろうそくはだいぶん短くなったと見えて熱い汗がろうに混じってポタポタと流れ出す隣に座っている仙吉の方を横目でかすかに見ると顔じゅうえうどん粉に似た白い塊が23分の厚さでこびりついて盛り上がりごぼうの天ぷらのような姿をしている。 ちょうど2人は浮かれ呼吸の話の中の人間のように微妙な額の根に甲骨と耳を傾けたままいつまでもいつまでもまぶたの裏の明るい世界を見つめて座っていたその明る日から私も仙吉もみつ子の前へ出ると猫のようにおとなしくなってひざまずき たたまたま真一が姉の言葉に逆らおうとするとたちまち取って押さえて何の会釈もなくふんじばったり殴ったりするので差しも傲慢な真一もだんだん日を減るに従ってすっかり姉の家来となり家にいても学校にいる時と同じように全く卑屈な育児なしと変わってしまった。3人は、 何か新しく珍しい遊戯の方法でも発見したように危機としてつ子の命令に服従し腰掛けにおなりと言えばすぐ四つんばいになって背を向けるし背吹きにおなりと言えば直ちにかしこまって口を開く次第につ子は増長して三人を奴隷のごとく追いつかい湯上がりの爪を切らせたり 鼻の穴の掃除を命じたり尿を飲ませたり四十私たちをそばへはべらせて長くこの国の女王となった西洋館へはそれきり一度も行かなかったかの青大将は果たして本物だか偽物だか今考えてもよくわからない